勝てないものに時間を費やすより勝てるものに時間を使った方がいい。見切りをつけたの。子供の頃からバイオリンを習っていたけど、コンクールでトップに立ったことはなかったから。知り合いにピアノが上手な子がいるの。あの子のようになれたら違っていたのかもしれないけど。評価されない悔しさも自分の才能への失望もあったはずよ。それでもあなたがバンドを続けているのはなぜ？感情を優先した先にあるもの、そこにあったのはうぬぼれと自己満足よ。あなたたちは不思議ね。今まで私のことに踏み込んでくる人間なんていなかったから。私はずっと感情に意味を見出したかったのかもしれない。無意味だと捨ててしまった自分の音楽への思いに